それは実に不愉快な発言だな、アンガス君。無駄口を慎まんと患者はもっと悪くなる。デビッド・ホーソンです。私はここの院長です。一つ忠告しますがね、病気にならんように。くだらんジョークを言った。どうもセンスがないもんで。アンガスとは仲が悪くてね、実に馬鹿げている。鉄道なんぞ不要です。象牙の取引に利用されるだけで、金持ちが儲かるだけ。この分なら必要ありません。順調に航行しています。イズメイさん、十分にエンジンを使い慣らすまで酷使は避けるべきです。いや、ご心配なく。この季節には当たり前のことです。今速度を上げてます。残りのボイラーに点火して快晴だ。まるで貯水池だ。風もないし休むぞ。このままの速度と進路を維持しろ。水密扉を閉めろ。エンジン停止。残された時間は、乗客乗員数は一面トップを飾れますな、イズメイさん。ああ、 CQD 遭難信号だ。本船の位置、応答があったらどの船でもいい。船首から沈みつつあると救助を要請しろ。いや、食べながらでいいから聞いてくれ。この後執行スタッフは18時集合のこと。最終打ち合わせを行う。打ち合わせの後、シラーマン牧師がお祈りを行う。出席は希望者だけでいい。それからもう一つ、16時の取材に変更が出た。美人記者が事故に遭ったとかで、代わりに男の記者が来る。残念ながら彼女ほどいいケツはしてない。ああ、そういうことだ。了解かな。立ちたまえディミトリアス。これは私が娘との結婚を許した男です。立ちたまえライサンダー。これは娘の心を迷わせている男です。ライサンダー、お前は娘に詩を送ったり、愛の贈り物を届けたりした。手練手管で娘の心を奪い、従順だった娘を親不孝者に変えたのだ。お願いです、公爵。娘が私の選んだディミトリアスとの結婚に同意しないときは、私にアテナの特権をお与えください。私が娘の処分を決めます。親の選んだ結婚に同意するか、死を選ぶか。わしを殺す気か。メムノーンからいつも脅かされているんじゃ。触るな、こら。それはわしが作った魔法の粉だ。ああ、その通りだ。中国の製法を大金を払って手に入れたんじゃ。調査へうまくいけば山をも動かすだろう。一瞬で道だって作れる。とにかくこいつはいいことに役立つ。他の発明品同様、メムノーンは戦に使うだろう。おう、やつを殺すのか。ここではお主の力は通じぬ。灰色のガンダルフよ。が出て行けば背負でわしの、ローハンはわしの。そなたがわかるぞ、エオウィン。我が名妃ガンダルフ。彼がどうした？君の苦情は個人的なものか？ピートはうちのスタッフでは最高の医者だ。全面的に信頼している。じゃあ失礼するよ、ミランダ。それで話というのは？ミランダ、君にはもう家族はいないが、我々が家族。これだけは知っておいてくれ。我々はできる限りのことをしての力になるし、君を守るつもりだ。そして君の信頼を得たい。平和を打ち立てる、そうしたいものよ。そなたに村を焼かれ無残に殺された西の谷の子らを生き返らせれば和平に応じよう。角笛城の門前で死んでなおその亡骸を切り刻まれた兵士たちの復讐がなされた時、そなたが自ら首を吊り、カラスどもの慰めになった時、初めて平和となろう。どうやら君は一攫千金を狙うタイプのようだな。何か特別な宗教や政治的思想を持ってるとは思えん。何か別の収入源があるのかな。ジェレミー、我々が引っかかってるのは君の勤めているホテルの上司から聞いた話なんだ。事件発生時、いつもの一服より長く持ち場を離れていたと思うに、君はギャンブルで膨れ上がった借金を返すのにとても割のいいバイトでもしてたんじゃないか。受けた命令はシリー・マンスールへの進撃と占拠だ。準備にかかれ。いいや、大佐。勝利の日まで戦い続けるのだ。機関がここへ送られたのはその口のせいか。私にどうしろというのだ。報告書にはシリー・マンスールへ進撃するには水が足りないと必ずそう書け。最後の秘境、中国。何世紀もの間、旅人たちは語ってきた。その魅惑的な風景とユニークな生き物たちを。中国文明は世界最古の、そして現在は人口10億を超えた世界最大の文明である。50以上もの異なる民族がそれぞれ伝統ある生活様式を持ち、そして自然との共生を果たしているのだ。怖かったんだよ、あの子がさ。あの時は正しいことだと信じていた。だが間違っていた。だから今我々は罰を受けている。正しい道を歩んでいたつもりだった。だが死んでさまよい続けている。お願いだ、助けてくれ。何をするつもりだ。私には一体どうして会計士がとやかく言うのか分かりません。迷える女性たちに希望を与える行為を金額に換算できますか？無理ですよ。ですができるだけすぐに返信します。もちろん最優先でジェフ。年次総会用の書類を取りに来た。あっちはどうだい？素晴らしいね。君のおかげだ。ああ、携帯を切ってた。また司教がうるさくてね。結婚式のことなら何より優先しないと。